はい、こんにちは、ひろゆきです。はい、リセットボタン第2巻ということでですね、出版の方をさせていただきました。第1巻の方では、リセットがなぜ今必要かっていう、はい、それからまあ言語習得を含む脳のお話、そしてまあ歴史上の偉人のお話、死について、スピリチュアルと自然界のお話、そして色の話、有名な講師やマインドセット、目標達成などをついて書いてあります。で、ぜひですね、第1巻の方からできれば読んでいただきたいんですけども、もちろん今回の第2巻から読んでも OK です。ただし今1巻から読んでいただくことをお勧めしています。で、第2巻の方では、リセットボタンが必要だと感じている人向けに書いてるんですけども、まあ、今すぐではないけど、なんかこう、今の現状で空回りしているとか、まあ、胸の使いがある人、今やってることがこれで合ってるのかなって疑問に思ってる人。そしてまあ自分と同じでこれから変化にですね、一生懸命勉強してるけども、そのせいでなんかこう時間の使い方だったり、生き方が合ってるのかなって考えてる人にはですね、こう胸がスッとしてもらえるんじゃないかなと思います。そしてまあ AI、まあロボットでどう変わっていくのか。そしてまあ人間本来の存在、ロボットと違って、人間的な部分ですね。精神、心と体の関係。そしてまあ、精霊のお話。守護霊とか、ね、これちょっと面白いと思います。はい。で、あとまあ自分とは。そしてまあ、ドラゴンボールの願いってっていうですね。ちょっとアニメを使って今の現代の部分をよりですね、ちょっと面白い形で書いてあります。そしてまあ最後にちょっと私の方のメッセージも含めてですね、かなりちょっと書かせていただいておりますので、ぜひここは読んでいただきたいなと思います。楽天のコボと、Amazon の Kindle ということで、ebook の方で、すぐ買っていただけますので、まあ、どこでもですね、どこにいても、海外にいても、時間があるときにいつでもこう読んでいただけるように、電子書籍の方で、ぜひ読んでいただければなと思います。で、あと、ま、最初の10分間に関しては、動画の方で、YouTube の方を使ってですね、マシンの方で、実際の内容の方がご覧いただけるようになってますので、もしそちらの方もご覧いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひ見ていただければなと思います。はい、今、中国の方で、ちょうど新年快楽ということで、春節ですか、旧お正月ということで、今新しくですね、ニューイヤーになりましたんで、はい、明けましておめでとうございます。はい。ということでですね、今この中国人だったり、日本人だったり、ベトナム人だったり、アジアの人っていう形で、今、ひくくりになっているかと思うんですけど、言語の壁とかもこうなくなってきていて、今もう日本人という感覚もですね、今もう、これからですね、なくなっていくと、アジア人という一つのくくりになってくるというふうに言われています。そういったことの内容もいろいろ含めて書いてありますので、ぜひですね、楽しんで読んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。Thank you.